オナサの秘密基地。ピューン。YouTube リスナーの皆さん、こんにちは、オナファです。今日組むカンパラはこれだ。はい、じゃあね、今日はね、組みません。このガンダムマーカー使っているでしょうか。これね、俺が子供の頃から売ってるんだよね。本当高校生ぐらいの時から。でね、昔はね、水性だったの、水性塗料。うん、もうね、クソの役にも立てなかったね。あのね、本当にね、塗ってもね、日焼けした背中の皮みたいにね、ペリペリ剥がれちゃうんだよね。これ何に使うのみたいな、まあ、感じだったんだけど。ただね、その剥がれやすいのを利用してね、ガンダムのね、そのなんだろう、目の縁、黒い縁とか赤いクマ塗りの部分はね、塗ってさ、爪楊枝でカリカリするとね、取れて、このガンダムのね、目の部分を塗るにはね、すげえ重宝したんですよ。ただ、広範囲にはね、全く使えなかったね。もう絵の具みたいな感じだったんだけど、途中からね、全部アルコール系になったじゃないですか。このアルコール系、まあ、油性じゃないんだけど、アルコール系だよね。まあ、アルコール、これなんだけど、この、消毒用エタノール。まあ、これですよ、ズバリ、アルコールっていうのは。で、実際ね、このガンダムマーカーってさ、消しペンってあるじゃん、消しペン。失敗したら、塗ってさ、消すみたいなんじゃないですか、変な。謎の液体が入ってるの。あれまあ、これが入ってるんだよね、消毒エタノール。で、あれで200円で高いじゃん。高いし、使い勝手悪いから、このエタノールこれ1本700円かな ?750 円で買えるから、これ買ってきてみよ、これ便利だから。ガンダムマーカーオンリーでね、塗装してる人はね、ほんとこれ絶対買った方がいいよ、これ。例えばこれガンダムマーカーでさ、こうやって失敗したらすんじゃないですか、こうやって。ね。やべ、失敗しちゃったーって。ね、どんな失敗の仕方だよって話だけど、まあ、これ失敗しちゃうとするんじゃないですか。なんか消しペンだと、やりづらいんだよ、ほんとあれ。うん。でも、この消毒用エタノールを、こうやって小皿にね、入れて、この綿棒、100均で買えんじゃん。これ染み込ませる。ほら。あ、ティッシュの方がいいかな。うん。まあ、広範囲だったらね、ティッシュの方がいいかもしれない。ちょっとした部分だったらね、この地方もそうだったんだけど、緑色の部分を塗った時に、ちょっとした部分をみんな綿棒で取りましたね。まあ、今度広範囲ね、こんなアホみたいに失敗したら、まあ、染み込ませて拭くと。ほら、もう完璧じゃん。うん。で、別にさ、シルナーでもいいんだよ。この、ラッカーの塗料でもいいんだけど、あとこのエナメルでも消せるんですよ。どっちも消せるんだけど、まあこれ、ラッカーは匂いがきついし、このエナメルはね、プラモンをね、割っちゃうかもしんない。ただ、俺この2個ね、試したんだよ、透明のクリアパーツで、わざと塗って、この、ガンダムマーカーをこれで消してみたんだけど、消せますね。消せるし、表だって割れなかったな。透明のクリアパーツ曇りもしないし、割れもしなかったから、まあ一瞬だったらいい、大丈夫じゃない。うん。べっちゃりつけなきゃ。うん。一応これでもいいんだけど、こっちの方がいいんじゃないかなと思ってね、使い勝手は。うん。安いしね。うん。こんだけ750円だよ、これ。うん。ただね、ガンダムマーカーオンリーでね、今後僕塗装するんでね。うん。だからこれぜひね、一本ね、皆さん買っといたらね、便利かと思います。うん。この油性のね、これ油性のやつですら消せるんだよ。早ければ。これ書くじゃないですか、こうやって。これを、このまま、脱脂綿に染み込ませて、ほら、油性のペンでも消せるというね、完全に乾く前だったら、ほら。まあ、なのでね、墨入れ失敗してもね、使えますよ、これは。あ、ですから皆さん、本当これ消毒エタノールね。まあ、希釈もできるしね。ぜひね、皆さん買ってみてください。はい。あ、完全には消せないのかな、これ。うん。